マセラティ250回をドライブしたファンマヌエル・ファンジオがタイトルを獲得した。1957年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第8回大会である。1月13日のアルゼンチンで開幕し、9月8日のイタリアにおける最終戦まで全8戦で争われた。ファンマヌエル・ファンジオが4連覇、自身5度目のタイトルを獲得した。 シーズン開幕前にファンジオはチーム遺跡を決断、マセラティに加入した。この遺跡は大成功であったことが判明した。フェラーリにはピーター・コリンズ、エウジェニオ・カステロッティ、そして復帰したマイクホーソ送ーがいたものの、いずれも勝利することはなかった。カステロッティとアルフォンソでポルター後はシーズン中の第2、戦前に相次いでの事故死と1957年シーズンは、 フェラーリにとって悲惨なものとなった。ファンジオがマセラティに加入したことで、スターリング・モスはバンボールに移籍した。ファンジオはシーズン4勝を挙げ、一方のモスは3勝を挙げた。ニュルブルクリンクでファンジオはピットストップで1分近くとどめられた後、最終ラップの前にコリンズとホーソーンを抜いて優勝した。その年末、ファンジオは翌シーズンは、 フル参戦しないことを発表した。また、経済的理由のためマセラティはワークス活動を休止した。1957年シーズンは共有ドライブにポイントが分割配分された最後のシーズンであった。すべてのグランプリは F1 車両参加が可能であったが、インディ500のみ、ユサック、ナショナルチャンピオンシップ車両に制限された。 ドイツグランプリのみ参戦ポイントは1位から順2 5位まで8から6から4から3から2が与えられた。ファステストラップを記録したドライバーにもポイントが与えられた。ありがとうございます。